スポンジケーキ、スポンジケーキ、あるいはスポンジ生地とは、フランス菓子に代表される、洋菓子において、小麦粉をベースとしたパティスリと呼ばれる分野の菓子の基本的な生地の一つ、防火食品の一種でもある。といた鶏卵の気泡性を利用し、オーブンで弾力に飛んだ軽いスポンジ、海面上に焼き上げるケーキ生地で、成果関係の文脈では略して、単にスポンジと称することもあ 日本では、ショートケーキや、チョコレートケーキ、ロールケーキの土台として使われることで馴染み深く、また、この生地を使用した一群のケーキの総称としても、スポンジケーキの故障を使う子もある。スポンジ生地の基本的な素性は、鶏卵、砂糖、小麦粉である。鶏卵は、生化材料の中で最も多量の空気を含む、性質を持っており、溶いて、強くかき混ぜると気泡を形成する。 これを卵の気泡性と言い,い、さらにこれを加熱すると気泡の空気が熱で膨張して生地が膨れ、さらにタンパク質の熱変成によって空気を含んだまま熱凝固することによって生地の基本的な骨格を形なる。さらにこれに小麦粉を加えることで生地の中で形成されたグルテンと焼き上げた時に固化したデンプンとが生地の骨格をより強化させている。 泡立てた卵に小麦粉を加えて混和すると気泡が潰れてしまうので、砂糖を加えることであらかじめ卵の気泡を安定化させる。砂糖には、メーラード反応で美味しそうな焼き色を生成し、また鶏卵と混ぜると預かながら、粘性を示すので、生地の弾力を強化し、しっとり感を増す効果もある。最も基本的な素性は3つの基本材料の投量配合であるが、 泡立てた鶏卵に加える砂糖と小麦粉の分量を減らすことで焼き上がりの質感を軽くすることができる。スポンジ生地には気泡性の根幹となる卵の泡立て方で卵白と卵黄を分けて泡立てる別離一方と同時に泡立てる強律法の二つの製法があり、前者で作る生地をビスキュイ生地、パータビスユイパーテビスケット、後者で作る生地をジェノワーズ生地、 パータジェノワーズパーテナノイズス,スという。ビスキュイとは、二度、ビス薬、木に由来し、元来は、一旦焼いたパンを薄切りにして、もう一度カリカリになるまで焼いて保存性を増し、栄養公開のための保存食や、軍隊の兵糧としたパンのことで、転じてフランス語では、スポンジ生地のことを、英語ではビスケットを指すようになった。別立法のパータビスキュイは卵白を、 全卵から分けて泡立て、メレンゲを作ると卵黄の脂質法の組織が破壊されるのを防ぐことができるので、全卵を泡立てるより、はるかに多量の空気を含ませることができ。これがスポンジ生地の基本製法となる。生地の基本構造は、卵黄と砂糖が練り合わさったものの中に小麦粉が分散し、そこに卵白によるメレンゲの気泡が保持されている形となる。 卵白に砂糖を加えながら、しっかりと角が立つまで泡立てたメレンゲと、砂糖を加えて白っぽくなるまで攪拌した卵黄を、気泡を壊さないように合わせ、そこに小麦粉を混ぜ込んで焼き上げる。焼く前の生地は流動性に乏しいため、絞り袋でクッキングペーパーなどの上に絞り出して焼くことが多い。パータビスキューの故障は講義には、スポンジ生地全体の総称でもあるため、 強律法で作った生地もビスキュイの名で呼ばれることもあり、その場合パータジェノワーズはパータビスキュイジェノワーズパーテビスケットナノイススとなり、ジェノバ風のビスキュイ生地を意味する。全卵と砂糖の合わさった生地の中に小麦粉が分散し、その内部に直接細かい気泡が形成されている。全卵を溶いたものに砂糖を加えたものを、ルバン状と呼ばれる白く、ふんわりとした状態まで泡立てて、 これに小麦粉を加えて焼き上げる。別立法の単なるビスキュイ生地と比べると強力な気泡力を持つ卵白でメレンゲを作らないので生地に含まれる気泡の量は少なく、また別立法で作るよりも力と時間を要するが生地のきめは細かくしっとりとした仕上がりが得られる。焼く前には柔らかく柔道性が高いので絞り出しではなく型などに流し込んで焼く。 全卵を泡立てたものより、油脂によって不安定になる傾向が強い。メレンゲを使わないので、バターを添加して、コクのある風味を出しやすく、通常生地の調整の最後に溶かしバターを混ぜ込み、泡立てた全卵の気泡が壊れる前に素早く焼き上げる。バターを加えた生地は、厳密にはビスキューオブールと呼ぶが、戦術の通り通常を強律法のパータジェノワーズで作るため、単にパータジェノワーズといえば、 バターを加えた強烈法スポンジ生地を刺すのが通例である。こうした基本的なスポンジ生地のバリエーションとして、パータジェノワーズにココアパウダーを加えた、パータジェノワーズショコラ、コーヒーを加えた、パータジェノワーズオカフ、別立法の要素も加味して、メレンゲも加えた上で、小麦粉の一部をアーモンドの粉末に置き換えた、パータビスキュイジョコンド、さらに小麦粉を、 アーモンドの粉末とコーンスターチを混ぜたもに完全に置き換えパータッパンドジェンヌといったものがある。スポンジ生地はバターの添加量を増やしていくと卵の気泡性が維持できなくなって生地が成り立たなくなる。バターの比率を高くしてそのコクや深い味わいをより強く出すには卵の気泡性に依存ない方法で生地に空気を取り込まなければならない。逆転の発想で 卵の気泡性に依存せず、バターそのものに攪拌すると、バターのエマルション構造が空気を取り込み、微細な気泡を内部に形成する性質があることを使って生地を膨らませるのが、バター生地、パーテケックパーテケークである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。